皆さんは神話って知っていますか？遠い昔から伝わってきた神様たちのお話です。今日は太陽の神様である天照大神様が大きな岩の陰に隠れてしまい、世界が真っ暗になってしまったというお話です。その後一体どうなったのでしょう。早速お話を見てみましょう。昔、太陽の神である天照大神様は、弟のスサノオノミコトが高間ヶ原であまりに乱暴な振る舞いをするので、毎日とても困っていました。次女たちが毎日のようにスサノオノミコトの乱暴を報告に来ましたが、優しい天照様は、忍耐強くその振る舞いを許していました。しかしある日、ついにそうも言っていられない大事件が起こりました。なんとスサノオノミコトの乱暴に驚いた次女の一人が、驚いた拍子に機織り機に体を打って命を落としてしまったのです。これにはさすがの天照様も顔をゆがめて大変お怒りになりました。そしてそれっきり大きな岩戸の中に引きこもってしまったのです。太陽の神である天照様が岩戸に隠れてしまったのですから大変です。高間ヶ原は突然真っ暗な闇に包まれてしまいました。辺りが暗くなると、悪い神や得体の知れない獣が騒ぎ出し、次々に災いが吹き出してきました。なんとかして天照様に岩戸から出ていただかなければ。八百万の神々は口々にそう言い、真っ暗な中河原に集まって皆で相談を始めました。ある神様は、鶏の鳴き声を聞かせれば天照様が朝と勘違いして岩戸から顔をお出しになるのではと言いました。またある神様は、美しい飾りや大切な宝で岩戸の周りを飾り、みんなで祈りを捧げれば天照様に思いが届くのではと言いました。八百万の神々たちは岩戸の前で考えつく限りのことをしてみることにしました。まずはじめに鶏の鳴き声を聞かせてみました。しかし中からは何も聞こえません。次に岩戸の周りを美しい宝で飾り、天照様に出てきていただけるよう皆で祈りを捧げました。しかしまだ何も聞こえません。仕方なく最後に太鼓を叩いて音楽を奏で始めました。そして踊りの上手な雨のうずめの御事という神様が岩戸の前に立ち、音楽に合わせて踊り始めました。雨のうずめの御事の踊りがあまりに面白かったため、八百万の神々はだんだんとそれに引き込まれ、笑ったり一緒になって踊り出したりし始めました。その頃、岩戸の中にいた天照様はなんとなく外が騒がしいことに気づきました。不思議に思って岩戸をほんの少し開け、隙間から顔を出し、そばにいた神様に、なぜ外が騒がしいのかお尋ねになりました。実は、あなたより素晴らしい神様が、この世に現れたのです。そう言って、その神様は天照様の顔の前に、用意していた鏡を、そっと差し出しました。天照様は
鏡に映った自分の姿を見て、自分とそっくりな神様がこっちを向いて喋っていると勘違いされ、さらに驚きました。アマテラス様がもっと近くで見ようと身を乗り出したとき、力持ちの神様が扉を思い切り押し開け、すかさずその体を外へ引っ張り出しました。そして、やっとのことで岩戸の外に出られたアマテラス様に、八百万の神様がこう言いました。これは鏡に映ったあなた様です。もう隠れるのはいい加減にして、御殿へお戻りください。皆があなた様を待っているのです。こうしてアマテラス様は、皆の前に姿を現し、無事に世の中に太陽の光が戻ってきました。弟のスサノオノミコトは、神々にきつく叱られ、高間ヶ原を追い出されてしまいました。岩戸の入り口には、もう二度とアマテラス様が中に入られないように、神々の手で締め縄が張られたということです。